ありがとうございます。今日モーニングルーチンやっていくぜ。すっきり目覚めれたんで、あれですね、気分爽快です。というわけで、はい、降ります。はしごと感じております。ちょうどあの目覚ましが鳴り始めました。これ、はい、モーニングルーティーンスタート。昨日筋トレに行ってきたんで、体も相当しんどいです。なんか1週間ぐらいちょっと治ってて、しかも昨日足の日で足トレしたんで、足トレをした日は1日あの意識が朦朧としてて、次の日は信じられないぐらい足の筋肉が痛いです。変わられます。あの洗顔料とかはあんまりつけないことが多いです。行くぜ。はい、終了。これね、イソップの化粧水ね。これあの無印の花瓶っていうか、あの鼻に水やるやつのヘッドの部分だけを装着して、そしたらこういう感じで、やばくないですかこれ。最高っていう。化粧水塗り終わったら、キールズのクリアホワイトブライトニングエッセンスを塗っていきます。これはあれですね、美白美容液みたいな感じですね。おそらくビタミン C とかを補給してくれる代物なんじゃないかなと思います。そして最後、乳液ですね。ポストシェーブローションっていうイソップのやつを塗ってます。まあこれで大体保湿は完璧ですかね。それでも大変の時はキールズのウルトラライト、ウルトラなんちゃらクリーム、はい、を塗ってます。そしたらもうね、これやばいですよ。これもうお肌がね、もう潤いの中で溺れて、もうあっちに行っちまうんじゃねえかってぐらいあの潤います。朝食的なものを取っていこうと思います。まずはこちらのコップにお水を入れ、ザバス、ソイプロテイン、はい、でございます。ちょっとでもイソフラボン摂取して肌にもいいかもしれないということで、大豆はすごいですからね、最強食ですから。いただきます。どうしようかな。ちょっとこの眠さをなんとか解消したいんですけど。はい、じゃあ、ちょっと散歩にでも行ってきます。近くの川辺を歩いてるんですけど、ハモちゃんがこんな感じで泳いでたりします。めちゃくちゃ綺麗ですね。のどかだよな。というわけで帰ってきたんで、まあ今からねコーヒーを作りたいと思います。一番最初にブラックコーヒー飲んだのはスターバックスのコーヒーでしたね。高校2年生の時ですかね、あの受験前で、こっから勉強にこもるならいろんなことしたいなと思って、親にめちゃお願いしてアメリカに留学させてもらったんですよ。あの時ニューヨーク行ったんですけど、冬休みだけなんで3週間とかぐらいホームステイで行ってきたんですけど、その時にねみんなコーヒー一緒飲んでんですよ。でニューヨークってあのマンハッタン島にワンブロックにこう1区画に1個スタバがあるみたいな。でその時だから2012年とかなんで、もう日本にスターバックスなんてほとんどないわけですよ。でなんか向こうでみんなコーヒー飲んでんの見て、そんなにうまいのってなって、じゃあ俺も飲まなあかんなと、ニューヨーカーになるためには俺も飲まなあかんわと思って飲み出したのが始まりでした。一番最初に飲んだのはスターバックスラッテでしたね。はい、できました。ブラックコーヒーです。はい、いただきます。うん、うまい。リンゴちゃんです。うん、
り遊んでいきます。はい、レジハウスに到着しました。というわけでね、今から仕事を始めるかと思いきやジムに行きます。みんなまだ寝てるんで、ちょっとジム行って体鍛えてこようと思います。行ってきます。というわけで帰ってきました。プロテインを飲んでシャワー浴びて仕事に移りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。もう酸欠でフラフラです。それでは皆さん、バイバイ。